ちは、佐々木です。本日はメルカリ、不用品でも売れる人気商品で稼げるものとは、初心者必見、いらない子供のおもちゃでこれほど高く売れるとは驚きですよ、というテーマについてお伝えします。早速いきましょう。はい、このところですね、おもちゃですね、これほど、高く売れる商品があるとはびっくりしました。ぜひね、紹介させていただきます。はい、まずこちらですね、ハッピーセトル入れてくださいね。はい、で今回ですね、新品でやりますね。はい、でいろいろあるんですけど、例えばですね、これですね、ハッピーセットしまじろう、これしまじろうの商品だけなんですけど、これ、開封してあるんですよね。ただしですね、まあ、種類、まあ、結構あるんですけど、1000円で売れますね。はい、だから実際ね、ハッピーセットで袋でね、まあ、これ開封してあるんですけど、まあ、開封しないとね、商品わからないんで、まあ、開封してあるかと思うんですけどね。まあ、この状態でも1000円で売ってます。ぜひね、マクドナルドによく行く方はね、まあ、ちょっとね、使ってても、まあ、中古としてもね、売れるかと思いますので、ぜひね、ハッピーセットを集めてね、出品していただければね、お金になります。ぜひね、出品していただければね、いいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げる、マル秘マニュアルプレゼント券のスタンプお願いします。あと YouTube は推薦受け付けません。ライト登録によろしくお願いします。あとですね、グッドボタンお待ちします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。